というところに初めて来ましたけど、すごく風情を感じますね。でしょう、ことかちゃん西日本側は来たことないと思ってたから誘って正解だったわ。でもここまで本格的だとなんか昔の日本にタイムリープした気分になるわよね。そうですね、こうやって3人の休日が揃ってよかったです。本当そうよね、私は昨日10日ぶりに自分の部屋のベッドで寝たわ。いや、それはいくらなんでもブラックすぎ。私も実は最近4日ほどアリシア様のお部屋にお泊まりしてたんですよ。訪問する惑星の数が多いからって。何それきついわね、私は割と暇なのに。私たちの舞台って基本知識が多いから覚えることが多くて、私のところも覚えることはあるけど2人ほどじゃないし、2人の仕事をやれって言われても絶対に無理だわ。私から見たらせっかちゃんの仕事もかなりきついと思いますよ。常に戦場だから気の休まる時がないですからね。そうね、適材適所、政治、技術開発、護衛、みんなバラバラのジャンルで頑張ってるんだからみんなすごいわよ。あ、ごめん、ちょっと喉が渇いたから飲み物買ってくるね。二人は何かいる？お水で。お茶でお願いします。了解、それじゃあ行ってくるわね。まさか全部売り切れてるなんて。はあ、仕方ないからとりあえずもう少しの間我慢しよっか。あれ？そこのすっごく可愛い子たち、ちょっと俺友達とはぐれたんだけど、その間一緒にこの辺り回らない？え、はぐれたんですか？それは大変ですね。ほとかちゃん、鵜呑みにしてるわね。これ普通にナンパなんだけど。ごめんなさい、私たちも待ち合わせしているところでここから動けないの。申し訳ないけど探すなら一人で探してください。なら俺もここで。もしかするともうそろそろ到着しますけど、それでいいのなら。なんだ、人妻かよ。だとしたら待ち合わせしてるやつも男の可能性があるな。そっか、なら俺一人で探してみるよ。邪魔して悪かったな。あれ、あの人はぐれてるのに大丈夫なのでしょうか。いいの、あれナンパだから。あれはナンパだったんですか。だからダミーの婚約指輪を持ち歩いてるの。実際はこれ1000円くらいだから、ことかちゃんも地球にいるときは左手薬指に買ってつけておきなさい。それだけで変な虫は寄ってこなくなるわ。そうなんですね。勉強になりました。へえ、やっぱりあの二人はどこに行ってもナンパとかされるんだな。まあ、私も、自分で言うのはなんだけど結構レベル高いと思うし、もしかするとナンパとかされちゃうのかな。はあ、ついてねえな。せっかく今日一番の大物をゲットできると思ったのによ。本当どいつもこいつもお手つきばっかりだぜ。あれ？おいこらの大会、なんで私はスルーなのよ。あれはボケ。なんだいきなり。しかもなんでトング。触りたくないのよ。察しなさいよ、猿。しかも口すっげえ悪いのな。それでなんであそこの二人はナンパして私はナンパしないのよ。まあ、したら下で半殺しにするけど。お前なんかあいつらに比べて魅力ねえ。以上、じゃあな。お大会？魅力がない。それはどういうこと？え？さっきからやめろや。この気違いよかった女。もう一回言ってみろー。あの、あそこで暴れてるの。せっかちゃんじゃないですか。あのバカ、ちょっとことかちゃんはそこにいて、私が止めてくる。ほらー、せっか、喧嘩はやめなさい。相手の顔もうでこぼこじゃない？だってこいつが私に気違いよかった女って言った。結果お姉ちゃんだって同じなのに。はい、誰が気違いよかったですって。結果お姉ちゃんがだよ。どうでしょうぜ、戦争じゃ、この青ガッパ。今度こそ決着つけてやるけんな、白ガッパ。おら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 。うわー、どうしようどうしよう。どうやって止めたらいいんだろう。こらー、いい加減にするのじゃー。まったく、公衆の面前ではしたないのじゃ、お主らは自身が淑女の自覚はないのかのう。はい、ちょっとカッとなりました。ごめんなさい。でも、気違いよかったはひどいと思います。ひどいのはお主らの集大成。お主らは無傷でもそこの男性がデコボコになっておったんじゃぞ。わらわが直したからいいものを。まあ、互いに無傷だし、怪我がなくてよかったわよね。そうね、これも互いの修行の成果ね。今頃になって結託するんじゃないわい。でもおかしいじゃない？なんで月下お姉ちゃんとことかちゃんはナンパされて私にはされないの？別にいいじゃろ、変な虫が寄ってこぬのじゃから。よくないわよ、それってつまり私に外見的魅力というか女子力オーラが足りないってことでしょ。これは一大事よ、大問題だわ。うむ、なら仕方あるまい、わらわが月下の女子力が何なのか伝授してやるわい。別に本気にならなくていいのよ、敵。あの、私女子力というものを意識したことないんですけど。とりあえずナンパ役に強月を呼ぶのじゃ。どうせ強月なら喜んで率先してやるじゃろう。はい、強月出します。とりあえずお主ら3人のナンパされた時の対応を見るのじゃ。それでちゃんと比べるのじゃ。なんか変な方向に行ってますね。これ。はぁ、なんで私がこんなことに付き合わされなくちゃならないのかしら。そこの姉ちゃん一体べっぴんさんやな。ちょっとうちと遊ぼうや。
佐々木のナンパより癖強いんだけど。悪いけど待ち合わせしてるの。その人と一緒で良ければ。いや、物使った。せこいな。ですが先ほどの男性の方もあの方法で私たちを後にしてくれましたし、結構効果はあるんじゃないですか。そうじゃな。しかも相手指輪だけを見せることで人妻と思わせたり、そうでなくとも他にも恋人とデートしていると思わせることができる。賢いの。でもその方法のどこに女子力があるのよ。無難に交わす余裕のある大人の女性という雰囲気を出せるのじゃよ。そうなんですね。ほう、そりゃ色ごっつい綺麗な指輪やな。ワイも指輪とかのジュエール集め得意なんよ。某シャンプーの CM みたいに言うな。なるほど、指輪をはめてる位置を気にしてない無頓着タイプか。相性悪いわね。それじゃあ彼が来るのを待ちます。ねえ、結果お姉ちゃんをされてない。男性経験がないのがあだとなったの。え、ないんですか。小中高と女子校絶対上に女子たちの囲いが多かったゆえにの。しかも帰りは東京から実家まで能力で高速で帰っておったし。なんかすっごく親近感湧きました。彼って待ち合わせしてるの男やったんか。もしかして彼ピッチとか。言い回しが古いわね。そうなの。だからあんまりこういうところ見たらダーリンが困るのよね。ねえ、まずいよ。化けの皮剥がれてきてるよ。結果先輩。ダーリンはちょっと。やめて、見ないでことかちゃん。私のお姉ちゃんは見えっ張りなだけで中身はすっごくピュアなの。見てられんの？じゃが、穏便に済ませようと努力していたのは旧大点じゃの。結果、もう良いぞ。はぁ、ねえ、絶対にありえないでしょ。だって男に負わせてるのになんでここまでグイグイ来るのよ。え、だって考えてみ、さっきまでターゲットにしてつけてたら誰といたかなんて大体わかるわ。それに大体ナンパって多少なりとも賞賛があっていくものやから無謀なアタックはしないんやない？それなのじゃ、というか行月案外しっかり想定できておるんじゃな。すごいですね、行月ちゃん。ふふ、これなら結果お姉ちゃんもグーの音も出ないんじゃないの。見えっ張りお姉ちゃん。いやーん、いいじゃない。男性経験乏しい方が男性から喜ばれるんだからー。おー、結果班、偽物の婚約指輪落ちてるでー。余計なことを叫ばないで、痛い人みたいに見えるでしょ。次ことか行くのじゃ。はい。もうやる前から上がっとるやない。これは楽勝やな。そうこの、お嬢さん、こんなところで何をしてるんや。なんか早くない？いや、効果はありそうだけど。ことかちゃんも男性経験ないからな。いざナンパの対応やれって言われても何も。どしたんや、そんなに既婚者アピールせんでもわかるでー。遊ぶくらいならええんやない。うっそ、キモい。実際にそんなこと言ってきたらとりあえず切るわね。知らないの、普通に殺人事件。さあ、困ったのー。ことかはどうするのか。ほら、怖いのは最初だけやで。一緒に遊ぼうやー。あの。許してください。パチリンコ。それじゃ、ことかちゃんの女子力は守ってあげたい小動物系、なのじゃ。あの、困ります。私そういうの苦手で。なるほど、確かにあんな顔でそう言われたらなんか手出しにくいわね。もし私が戦場であんな顔で言われたら、3秒は固まってその後殺すわね。いや、結局殺すんかい。というか例えがなぜ戦場。冗談やで、なあ、やからあんま怖がらんでいいんよ。いや、ごめんなさい、本当にそんな人だったらと思ったらテンパっちゃって。あの行列がフォローしてるのじゃ。でもあれね、あそこまで怖がられたら周りからも助けが入りそうね。なるほど、か弱い感じを出せばいいのね。せっか、あなたは身なりや態度からして絶対に気が強い系だから。どうあがいてもあなたがことかちゃんを演じるのは無理よ。結果お姉ちゃん、怖いよ。ねえ、数年前の結果ならまだしも今の結果はないわー。きっと、ほれほれ、また喧嘩するんじゃないのじゃ。次結果よ、言ってみるのじゃ。よし、私の女子力をぶちかましてくるわ。もうその発言から女子力ないのよ。あれ、行月いかないわね。似てるわけないじゃろ。あの目は近づいたら殺すっという目じゃ。なんで女子力高めるための訓練なのに殺意放ってんのよ。あのバカ。というかなんで一段上に上がってるのよ。おそらく、見下すためでしょうか。これ訓練よな。本当に殺されんよな。すんまへん、堪忍してやー。行月、ちょっと待って、行月。行月はウサギじゃけんのー。まさに草食動物が肉食動物に睨まれた感じじゃったんじゃろうな。せっかよ、何故殺気を放つのじゃ。いや、どうせやってもらうなら実戦に最も近い心境でやろうかなって。せっかちゃん、日頃から殺意放ってるんですね。でもちゃんとパトと一緒にいるときはそんなことしてないわよ。そうですね、むしろすっごくデレデレですね。
せっか、わかったのぜ。お主はパトボーにのみ自分の良さを発揮していくのぜ。お主の女子力は好きな人にしか見せない顔、じゃよ。なるほど、なんか素敵ね、私。よし、これからもパトにどんどん私の魅力教えちゃうぞ。もう手遅れなのぜ、メリア様の毒牙にかかっておる。メリア様と同じ位置づゆえに周りの男性はゴミとしか見ておらぬのじゃな。結果はこうならぬようにしっかり教育せねばのう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。